貸切車四国交通株式会社通称四項は徳島県三好市、三好郡をエリアとする路線バス、高速バス、貸切バス事業者徳島県三好市に本社がある徳島バスの子会社で南海電鉄グループに属する愛媛県松山市に本社がある四国交通とは別会社であり関係がないもともとは対象期に 旧池田町と伊谷地区を結んで運行を開始した、三好自動車をそのルーツとし、一時徳島西部交通に合併されたが、戦後、当時の池田第一営業所と、同第二営業所が分離、独立して、四国交通が誕生した。路線バスは、三好市、三好郡の路線は、阿波池田バスターミナルを起点とするものが多く、ルーツである伊谷地区へのバス、東三吉町や山城町、 シュゲルチ、本社前、橋倉、イノウチババ、ノロウチなどへの路線がある。2021年より、イー線の久保発着便を除き毎年1月1日は、路線バスを全便運休とする。阿波池田から大阪、神戸各方面へ運行している。運行には、四国交通の営業区域とする、山間部と非対称的な、徳島バスと、同一カラーリングの車両が収益する。 このうち日のセレガ2台は、カズラ橋をはじめとする観光名所の写真のラッピングが、施されている。徳島バス、エディゴを特別して、営業区域内を流れる吉野川の別名、四国サブローにちなみ、四国サブローエディゴーの愛称が付けられている。同社にとって、高速バスは一定の収入が見込める事業であり、JR 四国バスの高速バスの路線拡張、 池田地区でのサービス充実強化への対抗を図っている。ボンネットバスを使用した定期観光バスをいや方面へ運行している。ボンネットバスの運用は2021年までとなる予定である。主に高速バスの臨時便や丸亀協定場送迎バスに収益する。一湯線と八千代線は直通運転だった。 茂げるち天日の四国中央市の運行は2017年9月で廃止となり、天日新宮診療所は四国交通廃止から2017年9月まで、瀬戸内運輸2017年10月より、四国中央市の福祉バスの上山下部線となった。在籍車両は、日野セレガが1台、日野セレガが2台、日野セレガ R が3台、三菱不走エアロバスが1台という陣営となっている。 在籍車両は、日のレインボー RJ が3台、日のレインボー RR が8台、三菱不走エアロミディが1台、日のレインボー HR が4台、日のポンチョが3台、日のリエッセが2台という陣営となっている。なお、ノンステップ仕様のレインボー HR 及び、ポンチョ以外は、2ステップの前扉車両である。また、サダミツ館内で運行される路線には、 元徳島バスレインボー HR と同一塗装の日のリエッセが収益していたが廃止後徳島バスに再移籍し徳島市営バスからの委託路線である大見湖線で使用されている在籍車両はイスズ BXD が1台日産シビリアンが1台という陣営となっている在籍車両は日のレインボー RR が2台日のセレが9台三菱不走エアロクイーンが3台 三菱不エやロバスが2台という陣営となっている。ありがとうございます。